はい、山田バサラヤイビン。はい、ゆるくやっております。ザ・おかゆくんと言います。何回か出てますけど。二人見たらただのおっさんの集まりですけども。今日、髪染めました。あ、髪染めましたか。はい。今日はバサラ亭の音楽ライブ。正直言っていいですか？はい、どうぞ。非常にやりにくかったです。どういう意味でやりにくかったですか？いや、自由奔放なお客様もいましたし。ねえ。はい、犬も猫も。猫がいて、そして、4歳の、女の子もいて、ね、みゆちゃん、かわいいみゆちゃんもいました。でも演者ほど聴いてる人は結構普通に楽しんで聴いてますよ。そうなんですね、うん、まだ余裕がないのか。何年やっても余裕がないです、うんうん、でも改めて思ったんですけど、ザ・おかゆくんいい歌多いですね。名曲ばかりやっております。さっきの中で究極のアマチュアリズム。そうです。あ、まあ、ずっと死ぬまで音楽をやりたいなと思ってて、はい、多分もう好きじゃないと多分続けられないなと思って、まあ音楽が好きでいられる間はずっとやりたいと思います。ちょっと見たら暑苦しいだろうな。ちょっと今真面目なこと言っちゃってる。でも本当いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、この間はワンマンライブ見に来てくださってありがとうございました。あ、そして、はい、9月の12日も、はい、多分というか見に行きます。ありがとうございます。はい、ということで今日は鳥を詰めてくれましたザ・おかゆくんでした。ありがとうございます。鳥で僕でよかったんでしょうか。はい、バッチリです。ありがとうございます。ハイサイ山田バサラヤイビン。あれ、はるか、ギター。ハイサイ。はい、ハイサイ、はるかヤイビン。はい、はるか。いつ以来かね、はるかと会うのは。そうですね。ね、6月。あ、そうか、6月じ、ね、この自宅ライブの時に会いましたけども。しかも今日は、おニューの。そう。ギターちょっと紹介してください、これ。これですね、うん、エピフォンの、うん、ハミングバードっていうギターで、うん、これは、タイちゃんって名前で命名しました。あ、タイちゃん。タイちゃん。あ、なんかとても繊細な音だったね。そう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 。細かい音で。山田バサラさんにも弾いてます。あ、本当にいい音でした。僕もなんか弾いてみたくて、ありがとうございます。良かったですね。ねえ、非常に自宅ライブ、今日は小さな音楽フェスと名付けて BBQ ベイビーバサラキュンと届けましたが、今日はどうでしたか？今日はね、うん、かゆちゃんも言ってたように、うん、一番難しいライブでした。修行いやもう変、もう汗だくなって、うん、なるよね。もう涼しいのに汗だくなっちゃって、でもまあうん、ね、いい意味で、ね、いろんな人と触れ合えて、ね、心地いいっていう、うん、近いライブになったかな、うん、俺もこの間ワンマンやったんだけど、やっぱこうやって子供がゲームやってるとことか、はい、遠くでおじさん、まあ、俺の社長がめっちゃうるさかったりするんだけど、でもお客さんが多いからこそこうワイワイできるっていうのはある意味平和の感じかなと思って、まあ、まあまあ時と場合によるけど、まあみんながいいって思ってるんだったら今日はいいかなと思って進行してまいります。はい、僕ははるかのこと大好きなんで、ミュージシャンとしてもなんかこれからできることがあれば、まあ、見守るだけでも応援だし、なんかねまたこうやって一緒にやる機会があればこれもなんかこう応援になると思ってるので、本当に、はい、ぜひつなげてくれて、いろいろもう本当ありがとうございます、はいはい、これからもぜひはるかなりに、うん、音楽を愛して続けていってください、はいはい、心から応援してますんで、はい、ありがとうございます、はい、ということでございました。はい、今日素敵な時間、はい、どうぞ。ありがとうございました、はい、バサラさんのシュガーホールライブもぜひ来てください。あなたもぜひ、はい、私も行きます、はい、ありがとうございます。最高です。